はい、エブリワン。ワンピースフィルムレッドの監督を務めております谷口五郎です。今回私のところにワンピースの監督をやってくれないかという話が来て、まあ驚きました。20年以上前ですもん。だって私が最初にワンピースやったのは、なんでいいの本当に私がやっちゃってっていうのがあって、原作の小田さんどう思ってんの、そこの OK を取ってよということでプロデューサーに話をしたんですよ。そしたら小田さんの方から、いいよ一緒に遊ぼうよと声をかけられて、かつてのね、かつて一緒に作品を作って楽しんだ仲間からまたやろうよと言われたら、それはやりますよ。やらなきゃ、遊ばなきゃ、そういうものだもん。二十数年ぶりにワンピースを私がやるということは、私にとってワンピースってなんだっていうことに立ち戻ることでもあります。私にとってワンピースってなんだっていうことで立ち戻って出した答えが今回のフィルムレッドです。これで見ても十分ワンピースというのは分かる、どういうものなのかというのが分かる、楽しめるという形の作品を作っていこうというのが私の大きな目的です。その目的のところは多くのスタッフの協力もあって、今ちょっと佳境ですけどね、いよいよ達成されようとしております。ぜひとも多くの人たちにこの作品を見ていただきたい。それは二十数年の間のところで漫画界のトップでずっと一人あがいてきた尾田栄一郎の歴史でもあり、同時にその二十数年の間のところで私は私でアニメ界のところでいろんな作品に携わってきた、その歴史でもあると思っています。そこの目撃者になってくれることを期待します。